こんにちは、しなこです。今回は1万円企画やっていきたいと思います。何の1万円企画かと言いますと、私といえばね、このチャンネルではダイエットっていうイメージが強いと思うんですけれども、ダイエットに関わる、ダイエットに良さそうなものだけで1万円分お買い物してきました。ですね、行ったお店はプラザとロフトとダイソーと薬局かなに行ってきたんですけれども、まあ、そこでね、本当にダイエットに良さそうなものとかいろいろ見て選んできました。で、今回はそちらを紹介していきたいと思います。このチャンネルなんですけれども、ちょっと久しぶりのね、更新になっちゃったんですけど、横画面の動画がね、久しぶりになっちゃったんですけど、まあ、これまでダイエットに関する内容とかが結構主な内容だったんですけれども、まあ、ダイエットに限らずちょっといろんな内容を投稿していきたいなっていうふうに今思っています。っていうのも、もともと私マルチでこういろんな普通の YouTuber さんみたいな動画をもう本チャンネルでも上げてたんですけど、まあ、ある日からこうね、一転して ASMR のチャンネル、専用のチャンネルにして今投稿続けてるんですけれども、前みたいな動画も見たいみたいなね、昔みたいな動画も投稿してよみたいなね、声をよくいただいておりまして、まあ自分の中でもね、ASMR ももちろん大好きだけど、いろんな動画投稿したいなと思ったので、もちろんここのチャンネルでダイエットの内容もたくさん更新していこうと思ってるんですけれども、ダイエット以外の内容とか、昔私が投稿してたような普通のなんだろうな、まあ、それこそ自慢企画とかそういう内容も今後ちょっと載せていきたいなって思っているので、もちろんダイエットしたいから登録してんのにっていう思ってる方もいるかもしれないんですけど、ためになる情報もいっぱい載せていきたいと思ってるし、ダイエット情報に限らず、私のチャンネルだから、しなこだから見たい、しなこちゃんを見たいみたいに思ってもらえるような人になれるように努力するので、もしよかったらこれからもいろんな動画投稿していくんですけど、飽きずにね、登録外さずに、見てもらえるととても嬉しいです。ちょっと話長くなっちゃったんですけど、それでは早速1万円企画の購入品紹介していきたいと思います。噛みすぎせーの、しなこ。はい、まずはじゃあプラザの購入品からいきたいと思います。ね、ダイエット用品だったらあっという間かなって思ったんだけど、意外とめっちゃいろいろ買えた。まずブダン、こちら、これなんて読むのわかんないんやけど、昆布茶ってやつかな、多分。うん、昆布茶、レモン昆布茶って書いてあります。これがすごくね、デトックスにいいみたいで、韓国のやつなんですけど、みんな知ってるかな、ちょっと話題になってるじゃないですか。ちょっと気になってて買ったことなかったので買ってみました。なんかね、こんな感じでスティックが入ってて、この1本のスティックでたった15キロカロリー、もうすごい。マイボトルにお水 250ml と1袋を入れて、十分に振るか、あるいはかき混ぜた後お召し上がりください。炭酸になるのこれ、すごい。ちょっとやってみていい？ちょうど水があるんだよね。250か、だいたい 250ml ぐらいの水を持ってきたので、食物繊維もちょっと入ってたり、炭水化物 4g ってあるんですけど、エリスリトールが使われてるから血糖値を上げる。わ、すごい、モコモコしてる。面白い、これてかめっちゃいい匂い。このさ、粉を入れるだけで炭酸になるってすごくない？これの効果って何なんだろうね。カロリーが低いってことと、なんかジュースみたいなのに血糖値上げないっていうところと、オリゴ糖とか昆布茶パウダーが入ってるから腸内環境を良くするみたいな感じかな、多分。あ、乳酸菌12種類とか入ってるらしい。あ、まあ腸に効きますって感じかも。腸内環境を整えると食欲もね、異常な食欲とかもなくなっていくので、ダイエットしたい方はまず腸内環境を整えましょう。いただきます。あ、うまっ。私酸っぱいの苦手だから無理かなって思ったけど、めっちゃうまい。確かにちょっと微炭酸みたいな感じで、ジュースやん、こんな飲んでいいのって感じだよね。すごい、ジュースが好きで水飲むのちょっと苦手って人とか、便秘気味って人にはちょっといいかもしれない。はい、次に購入したものがこちらです。じゃーん、これはケトーナチュラルっていうクリスピーカリフラワー、カリフラワーのお菓子。これずっと気になってたんですよ。これ結構いい音してる。ちょっと食べてみたいと思います。あ、待って、開けた瞬間からね、ポテチみたいな匂いするよ。あー、すごい、中身こんな感じになってます。
あ、思ったよりもなんかちっこい、一個一個がこれぐらいの大きさです。ではこっちが、この緑の方がガーリック&ハーブ味です。青の方がシーソルト。いただきます。うん、うまっ。え、美味しいんだけど。わお、味が濃い。カリフラワーを揚げてるんだね。脂質が 15g、 これだけで 15g だから結構脂質高めなんだけど、糖質制限する場合は糖質を制限するからいい脂質をいっぱい取らなきゃいけないんですよ。だから脂質高くてもダイエット食になるよっていう。糖質はね結構低めです。 4g、 どっちも糖質 4g なんで、糖質制限してる人にはぴったり。じゃあ青の方もちょっと食べてみたいと思います。まあ、青も見た目は一緒ですね。いただきます。うん、マジポテチ。まあ、ポテチ食べたい人はこれにしたらいいんじゃない。脂質はほぼ変わらないだろうけど、糖質が圧倒的に抑えられるから、カリフラワーだし食物繊維も取れる、 4g 取れるので、ポテチ好きな人絶対好きで、味はねこっちの方が濃いから食べ応えがあるのはこっち。こっち結構味薄めかな。でもカリフラワーの味をダイレクトに感じられて、これも美味しい。いいね。プラザってさ、なんかすごいグミとかさ、砂糖の塊みたいなやつばっかりで、ダイエットにいいやつってないかなって思ってたけど、意外とあったね。じゃあどんどん紹介していきましょう。じゃじゃん、これ3COINS で買い物したってさっき言い忘れた。3COINSで買ったもの紹介します。まずこちら、じゃん。これね、エア縄跳び。知ってる？みんな。うち初めて見たんだけど、縄跳びじゃなくてエアなの。これも300円かな、スリコだから。ほら見て、棒の先一緒に丸いのがついてて、え、謎くないこの形。怖いんだけど。怖いけど、でもこれね、こうなんか狭い場所とかでも、おーおーおおお、狭い場所、こううちみたいなね、うち天井多分死んじゃうので、普通に縄跳びしたら。てか私が身長高すぎて家の中で縄跳びとかできないから、でもこれならこう縄跳びしてるみたいな感じで、こうね、うんうんうんみたいな感じでできるから、まあいいんじゃないのっていう商品ですね。面白い。じゃあこのエア縄跳び使ってみたいと思います。これでも危ない気がしちゃうんだけど、え、でもなんかこれ紐ないのに縄跳びするって新感覚すぎて、なんか感覚つかめないかも。紐があると思いながら、いきます。お、できた。あ、でもこれだと二重跳びできた気になれる。絶対本番のやつでやったらできてないけど、いくよ、せーの。あ、二重跳び。あ、今おしくしみた。私ダメなんですよ、縄跳びするとおしくし。これ本当に家の中でやるには、マンションとかにね住んでない限りはめちゃいいと思う。これ二重跳びした気になれるの楽しいよ。やってみて。で、次買ったのがこちら、これはエクササイズゴムで、厚みが異なる3枚セットって書いてある。3枚入ってます。色が可愛くていいなと思って買いました。あのエクササイズゴム、いろいろ使い方はね YouTube とかね調べると出てくるので、それを見ながらこれを使って、エクササイズしようかなと思います。3枚入りで330円だから1枚100円みたいなもんだよね。3COINS 何がいいってね、こう色味とかデザインがバカおしゃれ。おしゃれなのがまたいいよね。これも多分 3COINS のオリジナルのデザインだと思うんですけど、はい、こんな感じでございます。結構ゴムの匂いするかも。あ、そんなもんか。まあでも全然柔らかさじゃなくて硬さが全然ね、色によって違いますね。あー、これめっちゃ柔らかい。まあこういう強度を自分でこう選んで変えられるっていう感じですね。ストレッチとか筋トレとかするときにこういうものを使ってると、よりやりやすかったり効果的になったりするので。私は家でこういうの使ったことなかったので、こういうものが家にさ置いてあるだけでだいぶモチベーション上がるよね。だって目に入ったら、あ、それやらなきゃってなるもんね。せっかく買ったしみたいな感じで、はい。で、3COINS で買ったのはこの2点かな。次、薬局で買ったもの紹介します。食べ物が多いかも。めっちゃ買ったよ薬局で。てかね、あのね、聞いてみんなごめんなさい、あのね食べちゃった結構。あのね、ちょっとこう買ってきてからこう撮影するまでちょっと時間が空いちゃって、食べたくて食べちゃったりしたんですけど、薬局で買ったものはお菓子が多いんですけど、おすすめのやつが多いので、まあお菓子はお菓子でね、また今度食レポとかレビューとかまた動画にするので、それも楽しみにしてください。今とりあえずざっと紹介しますね。まずこちら、
じゃじゃん、グーピターの抹茶味。これいいよね、お腹にたまるんですよ。これ美味しいです。満腹30倍バチルシールド入りキャンディ。これは普通に飴なんですけど、砂糖なんですけど、中にバジルシードっていう、わかるかな、つぶつぶみたいなやつが入ってて、これを食べて水を飲むと、そのバジルシードの大きさがお腹の中に30倍になって、まあ、お腹が膨れるよっていうキャンディーですね。これ結構若い子とか知ってる人多いと思うんですけど、私は食べたことがなくて、そもそも砂糖が入ってる飴とかあんまり買わなかったんです。ダイエット中は糖類ゼロね、ほとんど砂糖が入ってない飴とかを食べてたので、これ思いっきり砂糖だから、食べ過ぎとか一気にいっぱい食べちゃうとかは良くないんですけど、ちょっと小腹満たしにいいかなと思って買ってみた。でこのシリーズめっちゃおすすめ。じゃらん、大豆かりんとうのあられの、こっちがサラダ味でこっちがキャラメル味かな。はい、これの黒糖味も美味しいね。黒糖味食べちゃったごめん、捨てちゃいました。これノンフライなので1袋80キロカロリー前後なんですよ。こっちも81キロカロリー、こっち86キロカロリーって感じで、めちゃめちゃカロリーが低い上にタンパク質が 5g 取れるっていう、しかも大豆だからね、イソフラボン、女性にとって嬉しいっていうね、とっても美味しい味が、めちゃうまい。カリカリ感も最高なんで、これぜひ試してほしいです。アマゾンにも売ってます。次これも食べかけなんですけど、だだん、これ初めて見つけたの。これはフリーズドライミライフルーツいちご 100% ってやつ。高かった。これで400円とか500円した気がする。でこれが1袋当てで37キロカロリーっていう、ね、驚きじゃない。なんでかっていうと、もう開けた瞬間からもういちごの香りが半端ないのよ。いちごをただフリーズドライしただけだから、こんな感じです。これもね、ちょっと食べちゃって1個だけ残しておいたの、動画で食べようと思って、本当にごめんなさい。でこれいちごをね、本当に砂糖もやってない、油も使ってない、無添加だから、いちごをマジ乾かしましたってだけなんだけど、マジでこれ美味しいから、音も聞いていくよ。うん、うまっ。やっぱこれからご飯行くのに、もう高いけどおすすめ。これだいぶ甘いんですね。糖類は 8g で、まあ、加糖なので、運動する前後とか、まあ、朝とかに食べるのがおすすめです。寝る前とかに食べちゃうとちょっと脂肪になりやすい糖なので、加糖はなので、これ、まあ、朝とかに食べるのが一番いいかなと思うんですけど、なんて言ったって37キロカロリーだから、これね、5個食べたって350、150キロカロリーだよ。5個食べたら2500円、高いけど、あと赤ちゃん、9ヶ月の赤ちゃんが食べるらしいので、お子さんいる方は一緒にこれ食べられるからいいんじゃないかなと思います。次はこちら、じゃじゃん、食事のお守り。これ初めて買ってみた。これはキトサンが入ってるサプリですね。キトサン、サラシア、乳酸菌、まあ多分炭水化物とか食べるときに前後でこれを飲むと炭水化物の吸収率が下がったり血糖値を上げづらかったりっていうサプリなんですけど、まあ、最近いろんなサプリ試してて、いろいろ自分でね、自分の体を使って実験してみて、まあ、いいなと思ったものをどんどんみんなに紹介したいなと思ってる。これもちょっと一回試してみます。次、ダダーン、キキユーの、なんかめっちゃヒートアップしそうね、ファインヒートスマートモデル、ウサギじゃない？オレンジの香りがするんだって。ちょっとね、こういう入浴剤とか使って、すごいなんかゴツゴツしてる。これ全部入れるの？まあこうやってお風呂で汗かこうかなって、デトックスしようかなっていう感じで買いました。次これも飲んじゃった、じゃん、ライズアッププロテイン 10g。 でもこれめっちゃ美味しいの。前ね、竹脇まりなさんにいただいて飲んだりしてて、もうめっちゃハマってるんですけど、なんて言ったって1袋あたりのカロリー57キロカロリー、タンパク質 10g 取れて、糖質も 4.0。 やばくない？神成分なんですよ。神成分なのに、これはマスカット味でリンゴ味もあるんですけど、お腹が本当にいっぱいになるから、ご飯前とかね、間食とかにこれ飲むだけで、ご飯も食べ過ぎを防げるし、おやつもとりあえずチョコ買う前にとりあえずこれ飲んどけば、チョコ一粒でいいかなって気持ちになれるから、普通になんかゼロカロリーのパウチとかも私よく飲むんですけど、そういうのよりもお腹にたまるから、結構ねプロテインとしてもねおすすめです。じゃじゃん、バッカント、これも入浴剤ですね。これもよく見るんですけど、初めて買ってみました。お風呂で汗かこうと思います。じゃじゃん、次こちら、ビタミン C パウダー。ちょっとね、安かったから買ってみた。なんかお肌がちょっとあれなのと、ダイエット中ってお肌荒れやすくなるじゃないですか。あとビタミンはね、結構取った方がダイエットにもいいので買ってみた。こういう細かいパウチ
なんかこのちっちゃいスティックが入ってます。これちょっと似てるよね。これ本当に美味しかったわ。このまま飲んでもいいし、溶かしてもいいって、水に。いただきます。酸っぱい。だってめっちゃ酸っぱい。ちょっと酸っぱいの苦手な人は気をつけてください。でもこれ1日1回飲むだけでビタミン C しっかり取れるならいいかもね。次、じゃーん。5ミニどこで売ってるんですかってよく聞かれるんですけど、コンビニとか薬局とかで普通に売ってます。5ミニ飲んどけば痩せるって思ってる人、それは勘違いだから。5ミニは食物繊維が入ってて、まあ、さっきも言ったけど腸内環境を整えると、まあ、痩せやすい体作りできるよっていう話をしたんですけど、まあ、便秘の人とかはこれを飲めば食物繊維がね、腸に効いてうんちが出やすくなったりするからおすすめなだけで、普通に糖質も入ってるし、ジュースなんで飲みすぎたら良くないですよ。皆さん気をつけてください。薬局で買ったものは以上かな。こんなもんです。では次に、どーん、お腹ついてきた。ロフトで買ったものを紹介します。まずこちら、じゃじゃーん、スマートロールヘビー&コンパクト。これね、めちゃめちゃね、欲しかったの。っていうかさ、ここまでこんなに買ってまだ1万いってないってヤバくない？じゃーん、こうやってやるやつ、なんか腹筋ローラーとかって呼ばれてるやつだよね。これできるのかな。私なんかさ、ひなたがね、ひなたわかりますかね、あの板チョコ腹筋っていう TikTok アカウント、一緒にね、私が撮影したりとか一緒にアカウントやってたんですけど、それで筋トレしてて、毎日めっちゃこうやって軽々やってて超かっこいいと思ってやってみたかったんだよね。でも自分じゃできないと思うけど、ちょっとやってみますね。なんかひなたはめっちゃね、軽々しくやってたからね、うちもできるって信じてやってみるね。いきまーす。ふっ。これできんのすげー。これがね、軽々しくできるように毎日これやりたいと思います。頑張ります。ロフトはね、本当にね、あの筋膜リリースとかもあったし、筋トレグッズと体作りのためのもの結構いっぱいありました。次、こちら、じゃじゃーん、明日から美肌目指します。明日からかい。こういうさ、ウエストのサポーターとかさ、なんだろう、くびれを作るさ、コンセプトが最近流行ってるよね。だ、結構いろんなね、 YouTuber の人とかが載せてたから気になってたんですけど、見つけたんで買ってみました。なんか臭い。何、もずくみたいな匂いする。なんで、滑り止めがついてます、ここに。だ、これがちょっと匂ってんのかな。新品の匂いって感じかも。あ、これどうやってつけるの。普通にかぶるわけ、上から。え、待って、うちこんなにウエスト細くないから死ぬんだけど。え、どっちが上。みんなこんなんつけてんの。死んじゃうよ。つけるよ。苦しい、苦しい、苦しい、苦しい。でもこういうのつけるとさ、フィットしてる。あ、なるほど。はい、こんな感じになりました。ちょっと、すげえ貼られてるけど。やばっ。でもこれはなんか、シースルータイプを買いました、私は。だからこう結構見えてるんですけど、夏場はコルセットとか普通につけちゃうとだいぶ暑くて蒸れるらしいので、おもろ、なんかさあれみたい、お寿司の卵焼きの海苔みたいじゃない。あ、でもこれつけてると結構お腹サポートされてる感じするわ。私、食べ過ぎとかも防げそうだね。もう見て、お腹、くびれサポーターみたいな、最近流行ってて。つけてた？いや、くびれてねえ。全然三段腹。え、でも後ろ姿いい感じ。え、嘘。いい感じ？後ろはくびれてる？くびれてる。いいよ、もう正直に言えよ。あ、これ脱ぐの大変だわ。あー、髪の毛が。助けて。あー、オッケーオッケーオッケー。ということで、これがお腹サポーターでした。この2点かな、ロフトで買ったのは。臭いのと、まあ、これは実際につけて過ごしてないから何とも言えない。ちょっとです、これは明日からつけて過ごしてみる。本当にお腹今ポンポコリンだから、ポンポコリン。では最後にこちら、じゃじゃーん、ダイソーで購入したダイエット商品紹介していきます。めっちゃあるから覚悟して。まずこちら、じゃじゃーん、これは美ボディほぐしてスッキリカッサ。結構流行ったよね、前。顔のカッサとか流行ったよね。これがカッサの体用ですね。わ、すごい。あ、なるほど、こうやって使うのかな。痛い、痛いだよ。あ、でも気持ちいいかも。多分、ボディクリームとかジェルとか塗ってやんないと痛い。突起が
摩擦で痛い。まあでもこれで、まあ、筋肉とかほぐしたりセルライトってやつを潰したり、まあ、リンパを流れると血流を良くするのにもいいかもねみたいな感じかな。お風呂でも使えそう、ちっちゃいしコンパクト。痛いがよ、まだ痛いよ。次うでん、ダイソーってサプリ売ってるんだね。びっくりじゃん。ダイエットサポートとビタミンミックスのサプリを買ってみました。あのダイエットしてる人はこれダイエットのサプリ買うのもいいけど、ビタミン剤、ビタミン B とか特にビタミン剤買った方がいいですよ。おすすめです。脂質の糖質の代謝を助けてくれるので。でもビタミンミックスと、え、すごくない？ダイソーだよ。本当に効果あるのかな。これの効果あるかどうかの検証もしたいんですけど、どうですか、興味ありますか。次はこちら、じゃーん、小もちししゃもとルイボスティーのなんかスティック。これスティック1本で売ってたの、面白くない？1本100円。これを1リットルの水にファーって溶かして飲むみたい。ルイボスティーはですね、ミネラルが豊富なので腸内環境がまた良くなるので、便秘気味の人はルイボスティーおすすめです。こういうねスティックタイプのもの、なんかお湯沸かしてとかってやると結構続かなくなっちゃうと思うので、結構簡単にね、それよりこういうものも結構おすすめです。でししゃもはタンパク質豊富で、これが1袋72キロカロリーなんですけど、タンパク質 7.5 グラム取れて、まあ、脂質4.2もあのいい脂質なので良質な脂質なので OK だし、糖質解消 1.1、 糖質制限にはぴったりな商品です。あのししゃも本当に美味しいから。でこちら、じゃーん、ホタテ貝ひもとこちらこんにゃくゼリー。そうだ、このこんにゃくゼリーは普通に加糖ブドウ糖液糖っていうのが使われてて、あんまり体にいいとか糖質もあるしダイエットにいいかって言ったらうんって感じなんだけど、まあお腹にたまるのでいいかな。あのちょっとさっぱりしたゼリー系食べたいときは、まあ、なるべくこういう低カロリーのものにするといいんじゃないかなと思います。あと貝ひももこれタンパク質豊富なのでダイエット中の間食にぴったりです。間食はね我慢せずにバンバン食べよう、バンバン食べて OK だけど食べるものを変えればいいだけだから大丈夫。次にこちらダンベルです。これなんだ、水とか入れるのかな。あ、水を入れると約1キロになります。だってあーいいね。てかうちの部屋の色にめっちゃ合ってね、かわいい。とってもかわいいのと2色あったので2色買ってみました。1個100円だよ、少ね。ダンベルってさ買うとさ持って帰るの重いしさ、もうネットで買ってもいいんだけどさ、これはすごくね、まあ、1キロだからね、そんなに1キロ使うことないけど、あの女性とかだったら1キロで十分なのかな。これちょっと使ってみたいと思います。はい、ということで水入れてみました。めっちゃ水飛んだ。こんな感じですね。色がめっちゃ可愛いからインテリアとかにもなりそう。私がよくやったキンプル、こういうやつ。もう軽いな、1キロだと。ちょっと軽いんで、ちょっと1キロでいい感じの筋トレないか、ちょっとダンベルの筋トレなんかでちょっと調べてみます。でもね、いい感じだと思いますよ。砂とか入れたらもっと重くなるかもね。次こちら、じゃーん。鶏ガラスープ。これは中華だしの調味料なんですけれども、あの調味料で、糖質ガンガン取っちゃう場合とかもあると思うんですけど、まあ、野菜炒めとかスープとか作るときに、まあ、私はこう鶏ガラ味が好きなのでよく食べてます。ダイエット中も鶏ガラで全て食べてました。塩とかね、そういうシンプルな味付けが好きです。次こちら、じゃじゃーん、カラフル。これ知ってる？これね、あのお弁当に本当は入れるものなんですけど、こんな感じでいっぱいドライブが入ってて、お弁当をまあ可愛くするためにあのお母さんの味方みたいな感じのやつなんですよ。これカルシウム入りのやつで、こんな感じです、見た目。これ美味しいんですよ、これ普通にこのまま食べるんですけど、いただきます。可愛いし味も美味しいから、あと噛み応えもあるので、たまにこうおやつ食べたい時に食べてました。あと味が結構するから、タラで作られてあるので魚の香りとか出汁っぽい味がするから、結構ね一食6キロカロリーだよ。ほぼ0カロリーなんだけど、まあちょっとね小腹満たし、満たされはしないけど気持ち的にはね、まあ可愛いし持ち歩いてたりしました。次こちら、ダダーン、骨盤ストレッチ枕。これねめっちゃねいいなと思ったんだよね。開けるとこんな感じで、こっから空気入れるのかな。はい、こんな感じで、なんか表面はちょっとなんだろう、サラサラ、なんか布じゃないけど、なんかなんて言ったらわかんないけど、
ちょっとサラサラしてる感じで、でもなんか質感はあれよ、プールのプールで遊ぶ時のあれと一緒の感じ。でもこういうのはこう腰にこうやって置いたりとかして、なんだろう、ストレッチポールみたいな感じで使えるみたいです。でこう枕として使えそうだけどね。色味もマジぴったり、この部屋に。よきよき、いい感じ。で次が最後です。じゃじゃーん、これがローウィングエクササイズチューブ、ボートこぎエクササイズチューブだって。これなんか初めて見た。あ、いろんな風に使うの、全身、腕。ちょっと見てもわかんないから、とりあえずやってみるか。最後にこちら使ってみたいと思います。なんか見た目かわいいよね。なんかお菓子みたいな見た目してる。この穴にこうやって足を、あんよを入れてだね、伸ばして、まあいろんな使い方があるんですけど、え、合ってる？今これ合ってる？なんかすごいシュールなんだけど、ちょっと合ってるかわかんないですけど、まあこんな感じで使えるよっていう感じですね。てか普通にこれはさ、こういう風に引き寄せるだけでだいぶストレッチ効いて足が痛い。こっち側で持つとまた違うところが鍛えられたりとかするらしい。まあこんな感じですね。はい、ということで今回はダイエットに良さそうなものだけで1万円分お買い物してみました。はい、ちょっと皆さんお気づきかもしれないんですけれども、私一番やってた時に比べて体重はね、ちょっとね、増えたっていうか増やしたんですよ。その方がなんか、まあ自分が可愛いなって思う自分になれるかなと思って、ですけどちょっと筋トレだけはやめたくないなと思って、こう痩せるためとかじゃなくて、ボディメイク、顔はね今のこのぽっちり具合がちょうどいいんですけど、こう腹はね割りたいよね。割るまでいかなくても、まあ、美しいね体を作るよね。筋トレ大好きなんで筋トレ続けていきたいなと思ってるので、こういう器具もね今いろいろ使ってみたり、また良さそうなね、こういうアイテムだったりとかあればまた紹介していこうと思うので、もしリクエストとかあればぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで見てくれて嬉しいな、子ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回も見てね。バイバーイ、おやすみし。これと、じゃあこれ、え、待って、これノンフライなので1袋 80kg は、これノンカロリーなので、違う、寝る前とか、もうどうしよう。カラフル、これ知ってる？みんなこれね、めっちゃ面白いんだよ。